私なんか。こんばんは。今日もまだ愛媛だよ。どうもどうも。見て見て。キーちゃん。キーちゃん。きなこ。そこにおるんかね。の。なあ。かわいいね。なんかパンみたい。パン一斤みたいな体だね。きなこは。かわいい。バイバーイ。バイバーイ。ハンマーで描いたね。お、ちょうどベッドに行きました。あ、ありがとう、のりたま。そう、トイトイてか、麻雀ファイトガールが1周年記念なんです。はやっ。いや、あのツイートリツイートしたんですけど、すごいわ。もう1年経ちました。みんなたくさん遊んでくれてありがとうございます。ということは、あのトイトイ就任してから1周年かな。ブラッチありがとう。今日も虹色さん、ありがとう。こんばんは。大将さん、ありがとう。あのマックフィズはね、いちごヨーグルトだったっけな。いちごヨーグルト味、すっごい美味しかった。なんかいちごが、なんだろう、お菓子のいちごみたいな味だった。結構甘いやつ。ユッキーさん、ファントムさん、ノブシャン、おがこさん、こしさん、そえさん、あ、ほんまに。いや、今日ね、天気良かったよね、姫。そう、今日は聞こえてるのかい。てえへんさん、バリンチャさん、ネクポワさん、まみちゃん、ピルクル、やまこさん、のぶーさん、バンクーバーさん、ありがとう。マーク2さん、キング翼さん、ありがちょう。虹色さん、かわいい、ありがとう。ね、桜と菜の花の写真でもね。そう、菜の花は撮れるかもなんだけど、桜はね、こっちでは無理かも。写真撮れないかも。まだ咲いてないよね。今日はサバのいいのがあったから味噌煮にした。美味しそう。いいなあ。私は今日回るお寿司を食べて。スルメさん、卵サンドさん、秀原さん、グッチー、ありがとう。ローマ字マスさん、ありがとう。お、ブラッチー、お団子、お団子、お団子、ありがとう。お、昨日はピンクの服で、今日は白の服で、明日緑着ればお団子じゃない。おばば、か、K.A. さん、おさぴーさん、いらっしゃい。フジモンさん、ほしぴーさん、いらっしゃい。ひろしとっぱたいさん、きなこ膝の上でした。うん、よっちさん、いらっしゃい。がっくんさん、大工さん、ありがとう。メリーさん、いらっしゃい。大将さん、ふる、ありがとう。明日子供たちとアニメジャパンってアニメのイベント。どこでやるの？そうなのか。歌いたいアニソン？歌いたいアニソン？へえ。がっかりしてメソメソしてどうしたんだい。太陽を見たいに笑う。はい。メリーさん、いらっしゃい。あ、そう、今日ね、私
私ね、イヤホンマイクを忘れちゃったので歌えません。ごめん、忘れちゃった。イヤホンマイク忘れちゃったのでカラオケお休みだ。忘れちゃったよ。ヨッピーさん、かわいい、ありがとう。サトシさん、ありがとう。あのシュールすぎる動画見てくれた？ジョイサウンドの。なんとなくわかるくない？ゴリラ語でも。そう、ジョイサウンドの、あの新しく動画出ましたので、ぜひ見てください、皆さん。今回は、あの人狼なんですけど、ゲームは。でも、ゴリラ言葉でしか喋れない人狼。のぶーさん、お団子ありがとう。お、白似合う、ありがとう。これね、いただいたお洋服です、またこれ。ありがとう、これね。ここに、あ、ちょっとほどけかけてるけど、これリボンがね、ついてて、すごい可愛くない？これ、ありがとう、これいただきました。ももさん、しんいち、ありがとう。メリーさん、ありがとう。ひらひら、ひでますさん、ありがとう。ひでゆきさん、じいじい、ありがとう。おぼば、ひらひら、ありがとう。おかきさん、バラ、ありがとう。ブルームーンさん、いらっしゃい。 M のすけさん、ロッピーさん、ありがとう。ひなほ、配信終わればちょうどフリーレン。あ、そうなのか。あ、そっかそっか。あ、今日最終回か、フリーレン。そうなんや。今ちょうど追いかけてたんだよね、フリーレン。今日で最後だって。ねこっちさん、お団子ありがとう。ひでゆきさん、しんいちさん、ひらひら、ありがとう。おかきさん、こばん、ありがとう。ぎゅうさん、いらっしゃい。タービーさん、いらっしゃい。ときびたさん、ありがとう。ゴンちゃん、フジモンさん、ひらひら、ありがとう。 AKA さん、せやで、たかやでさん、ありがとう。フジモンさん、ひらひら、ありがとう。なおなおさん、ありがとう。白のね、ニットと、ここなんかモフモフ、パンみたい。あ、猫、きなこね。きなこパンみたいだよね。ゴンちゃん、漢字のケンさん、ありがとう。おさぴーさん、かわいい、ありがとう、かわいい。え、あ、そうなんですか。ブレイブさん、ショールームバグってるの？今配信できない方がいるらしい。ありゃ、ほんと、なんでじゃろ。始めれました、ちゃんと。ブルームーンさん、めっちゃ美味しかったよ、マックフィズ。まー、あ、ちゃん、桜餅、ありがとう。ムラピーさん、いらっしゃいです。ケンさん、しんいち、ムーンさん、ひらひら、ありがとう。大勝さん、赤髪パイセンさん、ありがとう。ピルクル、団子三兄弟、お団子いっぱいありがとう。ペガサスさん、バラ、ありがとう。おてもちゃん、ブレイブさん、いらっしゃい。大将さん、いってらっしゃい。きなこ、序盤に登場してくれました。おしるこさん、ありがとう。大勝さん、100キロ、ありがとう。まみちゃん、フルー、そうよ、もうちょっとでスペースメイク、楽しみだね。あさってだね、ほんとや、もう明後日だ。ね、何話す？しんいちさん、お団子ありがとう。M のすけさんも、お団子ありがとうございます。ヨッピーさん、フル、ありがとう。ヨッピーさん。M 大文字マサさん、こんばんは。ドナルドさん、いらっしゃい。マサさん、桜餅、ありがとう。ネコプ、スイズのりあきさん、ありがとう。まーちゃん、フル、ありがとう。たけにすずめの、はい、ローマ字よしさん、かわいい、ありがとう。こんばんは、きなこ。どうも、きなこはもうベッドです、今。
きなこのベッド。今日はウホウホ配信かと心配でした。確かにウホウホから入ればよかったわ。 M のすけさん、レインボースターありがとう。お、しんいちありがとうね。遅ればせながら着させてもらいました。画伯 T シャツ、フルありがとう。すごいわ、インパクト大。ヤフカラホンさんいらっしゃい。ドナルドさん、ヤクキラ。川崎さん、お団子ありがとう。お団子、あ、めっちゃいただいてる。お団子ありがとうね。阪神優勝さん、水原、あ、水原さんまた来てくれて。川崎さん、ローマ字マサさん、ひらひらありがとう。アメグマさん、ひらがなのカズさん、ありがとう。大文字テストさん、かわいい、ありがとう。スルメさん、桜餅ありがちゃう。キャメロンさんいらっしゃい。まやちゃんいらっしゃい。ヤマピーお団子、お団子。あ、のぞみさんありがとうございます。そうよ、ワンガンさん、やっぱりもういよいよとうとうレギュラーシーズン終わっちゃうんだけど。そうね、うまいよ。カノンさん、ヘクキラダルマありがとう。のぶしゃんありがとう。桜餅。ドナルドさん、ラブレターありがとう。あ、ユッキーさん、フルーありがとう。青い夏、キラキラ燃える僕の青い夏、もう迷わない。はい、リセットさん、タカラエイジさんありがとう。まだファイトガールプレイ中。あ、今やってるってこと？あら、本当ですか。なんか今日というかアニバーサリー仕様になってんだよね。どうなってるんだろう。私もあっちに帰ったらいっぱいやっていくよ。おさぴーさん、お団子ありがとう。こうえいさんいらっしゃい。のぶしゃん、ひらひらありがとう。桜井翔さんもひらひらありがとう。おさるさん、桜井翔さんありがとう。のぶしゃんふるありがとう。のぶしゃん、すえさんありがとう。桜餅、虹色さんありがとう。ひらひら、こうえいさん、隊長ありがとう。ひらひら、すえさんふるありがとう。マッシュル見始めました。ハリポタの世界観とギャグも入り、スイヒナもドハマり。あ、見始めた。いや、私ね、え、そうなんだよ。そう、私もマッシュルは最新話まで見てるんだけど、めっちゃハマってる、マッシュルに。ちょっとね、そうなの、私の推しがピンチで。おがこさん、ひらひらありがとう。今日もゆきさん結婚してありがとう。明日はリュウイソー T シャツ。え、こっちにないよ、リュウイソー T シャツ。東京のお家なんだよな。ワンダーさん、おかえり。酔っ払いだと飲んできたのか。スコールさん、100キロありがとう。気温は暖かいみたい。明日？やっと？今日めっちゃ寒かった。あきやん、いらっしゃい。底辺さん、ふるありがとう。絶望ビリー、わからん。あ、マキシマムザホルモンさんの曲か。わからん、聞いたらわかるんかな。こうえいさん、お団子ありがとう。今日もエスト&Hさんいらっしゃい。おさるさん、ジジイ。ハイドーさんいらっしゃい。おさぴーさん、ひらひらありがとう。おさるさん、小判ありがちゃう。回るお寿司デビューしようかと思って調べたら、くら寿司かなが無添加って書いてあったから、よさそうな例って。くら寿司おいしいよ、めっちゃ。え、回るお寿司食べたことない、このぼう。
あ、本当。で、くら寿司はね、なんだろう、カポっていう、なんか衛生上的になんか回る寿司の上になんかカポってはまっててドームみたいな、だからすごくなんだ安全に、気になる方は食べれるという、楽しいよ回転寿司。ひろちさん、おにぎりファンタジーさん、ありがとう。え、最悪、明日一日中雨なの？え、それは嫌かも。まあ今日晴れだったからね。でも大文字のテストさん、桜餅ありがとう。ひろくんいらっしゃい。おさぴーさんも桜餅ありがとう。赤いたぬきさん、きみひですさん、ひろゆきさん、ありがとう。お、ありがとう。ロッピーさん、さよならの向こう側、昨日のやつか、嬉しい、ありがとう。お家なのに忘れちゃったってある？あります。忘れちゃいました、白に。孫悟空さん、パパタソさん、いらっしゃい。ようちゃん、ありがとう。おひなのきーちゃんのベッド、座椅子、うらやましい。なに、このモフモフのことですか、ようちゃん。パパタソさん、キリンさん、ありがとう。あ、アマツオさん、ゴリラになってる。あゆきーさん、見てください、ウホウホ。ゴリラ以外にも一応赤ちゃん人狼もやってるんですけど、まあ、ちょっとシュールすぎて。そうなの。赤いたぬきさん、お団子ありがとうございます。猫っぷかわいい、ありがとう。え、ワンダーさん、ありがとう。回るお寿司の最初のお寿司、私はね、絶対先に茶碗蒸し食べてからコーンだね。コーン、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 ホタテ、コーン、ウニ、あれは半分ぐらいウニになるかも。コーン、ウニ、コーン、ホタテ、ウニみたいな。私のお寿司事情。大文字テストさん、かわいい、ありがとう。お猿さん、フル、ありがとう。豚肉がなかったので豚抜き酢豚を作りました。それ何になるの？お肉がなかったってこと？コロボ、タコありがとう。ヒロくん、100キロありがとう。ドラゴンボール GT のオープニング、だんだん心惹かれてくかな。違うかも。アントワーヌさん、ありがとう。県中央病院に用事で行って、石手川の桜の木見たけど咲く気配なかった。あ、本当。いや、もうちょっと遅いのかな。なんか一応開花宣言はさ、そろそろされるよね、多分。ワンダーさん、お団子、お団子、たくさんありがとう。猫ぷ似合う、ありがとうね、猫ぷ。ゆきさん、イズキュン、ありがとう。解決たまごんさん、いらっしゃい。すわまよさん、ありがとう。え、魔女の宅急便？ん？金曜ロードショーか、今日。あ、ジブリやってるんだ、今。くまけんさん、いらっしゃい。あまとうさん、アイス、お弁当ばっか、ありがとう。おさぴーさん、桜餅、ありがとう。くまもんさん、いらっしゃい。いなっちさん、トラガンバさん、ありがとう。ハラメタルン、ひらひら、ありがとう。ひなほじょうってもう落城したんですか？あります？
ひなおちゃん、全然あります。ありまして、もうめちゃくちゃ物を置いてるけど。エペチさん、カンちゃん、ありがとう。ユウさん、こんばんは、ありがとう。はじめましてですかね、ユウさん。神尾カンデさん、ズッタカさん、ありがとう。マックのバーガーはフェレオフィッシュかな、フェレオフィッシュかダブチだけど、今日はね、テリタマ、テリタマ食べたよ。今なんか期間限定のやつ、美味しかった。ネカブ練習練習っておもろいな。練習してくれるの？もしやあれですか、ネコプの分身。シバさん、ポボキャンディー、ありがとう。スランプくん、ありがとう。ワンダさん、ヒラヒラ、ありがとう。お、スランプくん100キラ、ありがとう。ユーニャンさん、いらっしゃい。卵豆腐さん、ありがとう。大文字テストフル、ありがとう。今日もファミマのプリンタルト食べてるけど、美味しそう。プリンタルト、タルトの上にプリン。絶対かさ、愛媛だよ。でももうあれかも、そんなにゆっくりはできないかも。まーちゃん、お団子ありがとう。お団子、ふくちゃん、いらっしゃい。カニさん、ありがとう。おさぴさん、うま、ありがとう。むながねさん、今日もありがとう。ん？連投されたの？ユーニャンさん、おかぴさん、岡田さん、連投だったのかな。けんすけ、ありがとう。カタカナのカズさん、いらっしゃい。コメントしか送れねーって、コメントいっぱい送って。くまモンさん、明後日のスペースメイク、明日の配信予定。明日まだ分かんないけど、いつもぐらいにできればいいなと思ってるよ。明後日こそさ、配信時間ちょっとどうなるか分かんないかも。明後日何時ぐらいにできるかな。ボーダーさん、桜餅、ありがとう。ゆうじさん、スナフキンさん、ありがとう。ボーダーさん、こんばんは。なおさん、はじめまして。ひらがなのなおさん、こんばんは。こえぽんさん、いらっしゃい。まささん、ありがとう。カルピスアップフルーツ、飲んだことないかも。カルピスアップフルーツ。ビショップさん、やすのりさん、ありがとう。待てマサさん、100キラ、ありがとう。わしゃわしゃと。おー、嬉しい。くまモンさん、ありがとう。歌ってたのか、この時。アントワンヌさん、ひらひら、ありがとう。ヨシーパパさん、ケイハチさん、ありがとう。ふわわさん、こんばんは。ハイドさん、お疲れ、お疲れ、ありがとう。ヒトップさん、ヒトップさん、お団子ありがとうございます。バンクーバーさん、ありがとう。ネコプ、お団子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 、いっぱいもろてる。すごい。キンちゃん、ありがとう。赤だし食べようとしたら関西とか四国の方出してるけど。え、関東に赤だしないんですか？初めて知ったかも。赤だしって全国共通じゃないの？え、逆にじゃあ関東には何汁があるの？サクサクさん、ありがとう。今日もフェルンとフリーレンの絆が本当にエモいって。エモいよね。
わかる。でもフェルンとシュタルクの関係も良くない？めっちゃ押せる。水太郎さん、姫みきゃんさん、ありがとう。バンクバさん、100キラ139ありがとう。サンキューじゃん、サンキュー。ガッチョさん、のんびりしたいねんさん、ショーンケイさん、はるかさん、ありがとう。ドナルドさん、お、フル、今日もありがとう。ローマ人マサさん、ひらひら、ありがとう。トミーさん、こんばんは。あ、そうなの？花粉症、ん？花粉症に雨はありがたい、だって雨降ったら花粉症収まるんだ。そうそう、くら寿司はビックラポンがあるからね、やってみな、ぜひ。ビックラポン、ガチャガチャみたいな。やす兄ちゃん、お疲れ様です。くら寿司のカバーの上にちいかわついてて、重みで開きするか。何それ、今コラボしてるってこと？ちいかわとくら寿司、え、面白。アントワーヌさん、ひらひら、ありがとう。宮内さん、リルルさん、イットリウムさん、ありがとう。サカピーさん、ありがとう。ヤックン小判、ありがとう。まゆっちさん、お、フルですか、ありがとうございます。すご、ありがとう。まゆっちさん、やっくん、キラリンコ、ありがとう。今日もコーンの割合ちょっと多すぎる。コーン、コーン、キツネかって。まゆっちさん、お団子ありがとう。茶碗蒸し、コーン、コーン、コーン、ウニほとんど黄色だね、そう考えたら。茶碗蒸し、コーン、ウニ、全部さ同じ色じゃない？なんか食べてるやつ全部オレンジ黄色系だわ。最後に食べるの？茶碗蒸し、え、それ珍しくない？プリンみたいな。茶碗蒸し、プリン感覚で食べてるの？お寿司屋さんにコーン食べに行ってるの？図星すぎて何も言えんわ魚もね、食べるときは食べるって感じです。イカとタコは食べるよ。イカ好き。イカとタコとホタテ好きで、魚食べるとしたら、食べるとしたら、タイとかかな。タイとマグロとか。ショーン・ケイさん、ありがとう。奥間探偵、ありがとうございます。とすんN164 さん、マンボウさん、いらっしゃい。ひろしさん、エルモさん、ありがとう。お寿司以外でマヨコーンをご飯のおかずにすることってあるんですか？あ、ない。でも焼肉とか行ったらコーンバターは結構頼む。知ってる？コーンバター、あの網の上で焼く、なんかアルミに入ったやつ、あれは好きでよく頼んでる。ひろしさん、エルモさん、ありがとう。ありがとう、よくわかりました。コーンが大好きなんよねそうなの、よしさん大好きなんです、コーンが。昔からね、うん、これも小さい時からです。ロンキューさん、ありがとう。 AKA さん、お団子ありがとう。猫プ、ありがとう、ありがとう。ノアさん、いらっしゃい。コーンが好きすぎてコーン缶常備してた。え、すごいね、はやたさん。コーン缶でそのまま食べるってこと？ロッピーさん、すごいバランスよく食べてる。赤身サーモン、サバ、ホタテ、イワシとか。もう家族で言ったらやっぱりさ、みんながみんな結構偏ってる食べるもの、うん、祖父とかおじいちゃんとかも一生サーモン食べてるよ
もうサーモン以外食べてる、食べてるとなんか心配になるくらいずっとサーモン食べてるよ。いつ見てもサーモン食べてる絵が、ま、いつも前向いたらずっとサーモン食べてる。大友さんいらっしゃい、ありがとう。キーヤさんありがとうございます。 AKA さん、桜餅ありがとう。あ、大文字テストさん、お団子ありがとう。お団子ようちゃん尊い、ありがとうございます。寒い、なんか寒くなってきた。なんか母がおしゃれな紅茶を入れてくれたんだけど、バニラ紅茶みたいなのくれた。お供も取ってこないとだ。何？あ、ちょっと待って、どこまで行ったんだっけ。どこまで行った？ここは読んだのか。そうよ、まあ大人になってからね、あの魚食べれるようになったから。じゃあもともとはね、魚介類苦手だったのよ、大人になるまで。そう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 。秀幸さん、めっちゃお団子だ。お団子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 、ありがとう。お団子だ。ようちゃん結婚して、ありがとうございます。尊いもありがとう。サイさん、メカブンさんいらっしゃい。あれ？あ、君たちはどう生きるかって。え、もう金曜ロードショーでやるんですか、ゆうきさん。待って、もう放送されたのかな、見たかった。すごい、アカデミー賞を取られたのか。大友さん、キーヤさん、ゆたか、ありがとう。そやでおさるさん、あさってよスペースメイク。 AKA さん、お団子。大文字デストさん、お団子ありがとう。間違えた、 AKA さん、桜餅だ。ありがとね。え、たいしくん、ダブチ推しですか。美味しいよね。そうなのよ、やっぱ結局ダブチ食べたいってなるんだよね。たまにさ、なんかトリプルになる時あるよね、チーズバーガー。なんかダブチに頼もうと思ったら、なんかトリチがありますって言われたことがあって、トリチって何ですかって。トリプルチーズバーガーだったんだって。知らなかったんだけど、そんなのがあるんだね。今どんどん増えて、ワンガンさん、太古の奥間、ありがとう。今日もありがとうございます。ナチュラルライトさん、ありがとうございます。はじめまして。ブーちゃんいらっしゃい。愛媛にモスバーガーあるよ、いっぱいある。ヒロロさん、のぶりんさんいらっしゃい。なおさんありがとう。先日松山の回るお寿司で紙に書いて注文して店員が運ぶ、ごめんごめんごめん、はっ、なんだかなんだか、私のこの充電器さしながらさやってるんだけどさ、あの充電が追いつく暇もなく電源が縮んでいってるんだけど、どうしよう。はっ、充電速度より減る方が早い。どうしよう、充電がなくなっちゃう。ごめん、ちょっと止まった方は更新してみてください。やばいやばい、もう消えちゃったのかな。いや、意外と消えてないかも。どう？ローマジェマサさん、お団子ありがとう。ポポポポ。豆豆仙人さん、キャメロンさんもありがとう。お団子ありがとう。しんちゃんいらっしゃい。
茶碗蒸し100円だったかも、だったかな、コロボ。中間に食べるブラッチ。あ、中間はね、私もあるかも。ローマ字よしさん、ありがとう。ラブレター、ビッグラポン全然大人でもできるよ。全然全然、あの最初に選べるんだけど、ビッグラポンするかどうか。でするって押したら、あのお皿5皿ごとにチャレンジできる。私だ、あんまり当たんないのな、ビッグラポン。何回かは当たったことあるけど。マサさん、フルー、ありがとう。ありがとう、こんな頼りない私と一緒にいてくれて、ありがとう。犬猫さん、青のシンフォニーさん、いらっしゃい。ベコボバさん、かわいい、ありがとう。あ、バンクーバーさん、やっぱ名古屋にはある、赤だし。 MM さん、いらっしゃい。え、赤だし九州で使わないんですか。へ、赤だしないの辛いんだけど、結構お寿司の時に。ネルさん、ただいまです。実家は落ち着きますよ。一人になりたいとはまだならないかって。まあ、基本一人だからね、東京では。一人もすごく好きな時間ですけど、やっぱりね、ほっこりしますね。ねおばば、絶妙な距離感。そうなのよ、フリーレンね。おがこさん、めちゃくちゃお団子ありがとう、ありがとう。ようちゃん真似してくれてるってこと。お皿、あ、コーン4皿スタートだって。コーン4皿食べたら結構お腹いっぱいになるでしょう。スミーさん、ドラミチュンのまさん、いらっしゃい。ローマジヨシさん、ラブレター、ありがとう。ひくきら、実家だと寝つきよく寝れますか。いや、めちゃくちゃ寝れますよ、実家は。なんかね、なんだろう、この家がすごくいいっていう話になって、母と。なんかこう、木というか流れというか、なんかすごく寝心地がいいっていう、母も言ってて、それ前住んでた家より、寝れやすくなったみたいな。すごい多分ハッピーな家なんだと思う、ここ。流れがいいんでさ、まあ、確かになんかすごいご利益のありそうな家だよね、ここ。まだ引っ越してからさ1年経ってないけど、もう初日から爆睡よ。ローマ字おさむさん、ありがとう。まゆちさん、ございます。愛媛県から瀬戸内海、しまなみ海道、どこの温泉。はい、姫の影響でこの世の寿司屋からコーン消える。そやで、コーンの支配者。なっかん大福さん、わかる？コーンめっちゃ美味しいですよね。ありがとう。なに、スエさんの特別な日なの、明日は。スエさんにひな、キュン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 。はい、いい日になりますように。キャメロンさん、お団子、ありがとう。お団子、ローマ字のマスさん、お団子、すごいお団子祭りじゃん。豆豆仙人さんもありがとう。
ジャンさん、香里さん、ルームよりありがとう。ひなほちゃんなら回転寿司どれだけでもおごるよ。こうならあ、こうならおごってくれる。カリタンありがとう。ツキピーって、カリタン逆キラありがとう。茶碗蒸しって大人のプリンなんですか渋いね、茶碗蒸しをプリンだと思ってるって。カリタン結婚してありがとう。あ、そうなんだ。お猿さん、お寿司屋さんでバイトしてたの、学生の時。すっごい大変そうだよね、あのお寿司屋さんのバイトというかお仕事。茶碗蒸しは嫌というほど作りましたあ、すごい、ありがとうございます。いつも美味しいです、茶碗蒸し。無理に魚食べなくてもコーンで生きていけるそうだよね、ね、うん、コーンってほんと美味しいよ。コーンはガストで食えガストでは逆に食べんのやけど、コーンファミレス行ったらね、私雑炊とドリアのセット食べるのが好きで、まあ、セットというか、まあ、自分でセットにしてるんだけど、無理やりあの雑炊なんかね、ご飯が食べたくなるね、ファミレス行ったら。雑炊、きのこ雑炊とミートドリア頼んだりしてる。普通に食べる時もあるけど。ミュージックショップさんありがとう。コーヒーさんこんばんは、ありがとう。レオさんいらっしゃい。アンパンをホットサンドメーカーで焼いたら、おお、美味しいかも。パリッと美味しかった。だって伸ばしたってこと、このホットサンドメーカーで。おやすみ。 ISM さん、イズムさんお疲れ様です。まゆまゆさんいらっしゃい。え、ジャンさん1100回なの？はやー、ありがとうございます。毎日。しんちゃん100キラありがとう。おじいちゃんサーモン若いのねって。あ、でもそうなんかね、おじいちゃんのすごい量もいっぱい、ずっとサーモンやばい、なんか単語なんかおかしくなった今ずっと食べてる。いつ見てもさ、そうなのよ。白味噌は京都や広島等を西日本が多く使用されてる。あ、こっちも白味噌じゃないかな、多分。ん？お味噌汁ってこと？どういうこと？木彫りの熊見たらおじいちゃん思い出す？おじいちゃんが熊ってこと？お、赤身とエビと甘エビね。 お母様はエビが好きなんだ。しめ鯖ちょっと苦手かも私。ロッピーさん、しめ鯖だけまだちょっと苦手。ちゃん、武蔵さん、ギギさん、オカムさん、秀樹ですさん、ありがとうございます。嬉しい、秀樹ですさん。もうカルビとか無理だわって。あー、ちょっと重たいってこと、カルビ。まあでもお店によってなんか味全然違うよね、カルビとかって。あ、カルビ寿司とかってこと。野菜炒めさんありがとうございます。枕変わっても平気ですかって。あ、全然。なんか結局私枕の上で寝てないことも多くて、すごい丸くなって寝たりしてるから、全然枕こだわりはない。お、ローマ字おじさんもサーモンですか。サーモン美味しいよね、いろいろ種類あるしね。
ダブチよりチーズバーガー2個の方がコスパいい。あーあ、そうか、確かにチーズバーガーだけだったらめっちゃ安いよね。多分パン2個ついてくるしね。ダブチの中のピクルス最高。わかる、ピクルス大好き。なんかああいうちょっと酸っぱい何か好きなんだよな。オリーブとかも好きやし。バイダブチはお肉4枚でギフってなった。バイダブチって何？あ、バイ、ん？バイ、ダブチが倍になるってこと？え、すごくない？それダブチが倍になったら4枚だよ。そんなのしてたの？誰かヒロテニアンさんいらっしゃい。チーズバーガーをチーバーと略す私は変でしょうか？ティーバーじゃんそれ。それなんかいろんなのと間違えられそうだよ。チーバクとか。え、そんなことあるって。え、そうだよね。いや今日ね、とうとうあのもう携帯変えたろうかと思って、あのシミュレーションしてみたの。毎月そう、なんかどれくらいあるのかなっていう。私まだね、全然前の機種、前から終わってないからさ、なんかどんどん新しいの買っちゃったらやばいかと思ってさ、シミュレーションしてみたのよ。新しいの買ったらどうなるか、もしかしたら買えるかも。とうとう。じいさん、お団子ありがとう。お団子。アントワヌさん、フルありがとう。病院帰り走ってたら花火弁当で武田ひな穂御用達だと思う。丸中もチェックした。確かに1個しかないからね、石手川の付近の丸中って。あそこいっぱい咲くから良いよ、お花見スポットには。あ、なるほどね。あの君たちのやつが受賞して、それのお祝いに違うのを放送してるのか。そうなのか。そう、カズさんバッテリーがやばいのよ。バッテリーはやばいよ。バッテリーだけ変えようかとも思ったんだけど、そうなの。でも携帯自体ちょっともうね、結構限界かも。まゆまゆさん、お団子ありがとう。ストリートくん、小説家さんいらっしゃい。お魚、ん？大阪のひな寿司って知ってる？ってメイクした役お、やばいやばい、もうちょっとごめんね、くるくるしちゃって充電が間に合わない。こんなことある？こんなことあるの？充電より先にさあ、お団子ランキング頑張ろうって。え、そんなの私参加してるの今。お団子ランキング、何それ。すごい。 MCZ さん今日もありがとう。あ、ジャンさんひらひらありがとう。コロコロ転がるさんもひらひら。カリタン、結婚してありがとう。ローマ字のマサさんに、おがこさん、お団子。あ、これ読んどったな。あ、じゃああんまり消えてないかも、コメント。ヤマさん、ひらひらありがとう。カーマインさん、まだまだ寒いなと思ったらナイスガイアで。その通り、だって今日2度だから。2度寒いよ今日は。カネヤンさん、シシマルさんいらっしゃい。お、おがこさん、それあれじゃない、集合体恐怖症ってやつじゃない、シラスが苦手って。たくさん目があって苦手だって。確かにね。トコトコさんいらっしゃい。
いやでもどうなの、変えてみようか。でもまだ大丈夫よ、一回変えてみようか。ちょっと充電器を変えてみようと思います。よいしょ、できた？あ、できた。よいしょ、痛い痛い、あ、痛い痛い痛い、膝が、あ、膝の中、あ、大丈夫だった。膝のお皿が裏返ったかと思った。X での配信告知の猫マークは実家からを意味してる。そうです、はい、実家からの予告、猫マークは。え、大垣さん赤だし大好きだよ。うん、マサトジョーさんありがとう、ヨウカンさん、トコトコさんありがとう。え、アサギは合わせ味噌とかって決まってるんだ。ヒルゲ赤味噌別名ってこと？ヒルゲ赤だしは聞いたことないですか。赤竹みたいに言わないで。赤だしのこと。マサトジョーさん100キロありがとう、ヴァンパイア鬼さん、ひろゆきさん、ローマジェマコさんありがとう。そうそう、すこやかハウスなのよここは。ローマジェマコさん、お団子ありがとう。シシマルさん、桜餅ありがとう。風水は北枕で寝ると寝やすい。あ、そうね、そうらしいよね、北枕だよね。カンマイさん100キロありがとう。ひらがな最高。やばいやばい、すごいくるくるしちゃった本当に、ちょっと許してくれ。固まったね。ごめんよ、ちょっとくるくるしてる方は一回更新してください。もう今日はそういう日として、くるくるしたら更新してください。すみませんね、ちょっとなんとか充電は。あ、ジャンル頑張って。なおさんバラありがとう、振り向けばサーモン。そうよ、振り向けばサーモンなの。うん、サーモン好きな人はずっとサーモンの方多いよね。金目障子さんいらっしゃい、なるなりさん、猫プー、だって今日2度だから、2度。おお、めちゃくれてた。竜ひらひらさんいらっしゃい、池上さんもありがとうございます。千葉さんありがとう。みかねおさん、太郎くんありがとう。茶碗蒸しにカニが乗ってたけど今だけって、カニ乗ってるよね、どうだろう、今だけかな。食べたよ、カニ入りの茶碗蒸し。ファミレスはバーグ系、あ、ハンバーグとか、私も好きです、ハンバーグ系は。ジャンさんありがとう、ありがとう。プレプレさんいらっしゃい、タッキーさんお疲れ様、ありがとう。やばい、サーモン改装します、いかがでしょうかって掛け声してた。サーモン今から回すよってこと、それ。行こう、すごいね、大変やねそれ、タコやイカも全部寄ってかないかんってこと。
モシュさん、お団子ありがとう。確かに今日は飯テロ配信、ご飯の話しかしてないな今日。ブルーさんありがとう。大工さんフル、あ、25分、ありがとうありがとう。今日も告知は、あさってスペースメイクあるので、予約してくれた方は忘れずにお話ししましょう。お話し会お待ちしてます。あとはいろいろこう出演決定してるものとかも、リレーマージャンとかシンデレラファイトとか決まってるものもあります。ぜひ X などでチェックしてくれたら嬉しいです。あ、ライブもあります。来月4月18日、お待ちしてます。ピラフとチャーハンってことってそうだね、言えばピラフとチャーハン、雑炊とドリア、全然いける。炙り系の寿司好きよ。でもたまにしか食べないかも。フレアさん、キャメロンさん、ノーさん、ユキヒロさん、ありがとう。ハラメタロフル、ありがとうございます。あ、ちょっと待って、出てこない。毎朝僕の横にいて、サビが出てこないよ。ハラメタロ、あー、出てこない。フル、そうなの、布石がブラッチその勢いで今すぐ携帯を変えるんだ。変えたいとこないよ本当にお、さんいらっしゃい。もう君には追いつけないわって。え、ネコプ iPhone12 なんですか。あ、12じゃないわ、11か。あ、じゃあもう4つくらい進化しとるで。ネコプ今15よ、出とるの。びっくりよね、もう知らないうちに15が出てるんだけど、 iPhone の。ワンガンさんフル、ありがとう。東京の畑田カフェに行こうとしたら焼き芋屋に、そうなんですか、なくなってた。え、そうなの。ワンガンさん行こうとしてくれてたんや、しかも。え、そうしなかったんだけど。ワンダーさん、新しくしたいとこなの。ちょっと新しくしすぎた、しすぎて布石が滝山メイツさんいらっしゃい。うん、スマホ機種編はだいたいプロを買ってます。今も12プロかな。何、ロッピーさんそんなことができるの。同種機の在庫あれば5000円で交換できました。ショービンさん、ショービンさんで合ってますか、読み方。マサビンさんかな。はじめまして、ありがとうございます。リュウフル、ありがとう。スマホひなぷと出会った頃のままです。え、すごいね、私より長いかも。文字打つだけで固まりますそれちょっと私より変えた方がいいかも、リュウ。それは、あ、5年目か。あ、全然私より長いね。文字打つだけで固まるの大変だな。カタカナの数さん、それフル 6S? それ太古の iPhone だよ、 6S って。私が高校生の時とかじゃない、中3とか高1とかで、なんか5とか6が出てた気がする。私も初めて iPhone 買ったの 5C だったの、確か 5C、 5C だ。あ、どうだろう、ショールームは でもバグってはないと思うんだけど、今。まさやさん、パワーキャンディーありがとう。おばあちゃんって
膝の皿が膝の皿裏返ったらやばいか、なんか裏返ってた今。ナルルさんいらっしゃい皿は裏返るものなのかな。ムさん桜餅ありがとね。鈴木さんありがとうございます。はじめまして。ライトさんありがとう。ラインボンさんありがとうございます。気づかず過去に飛んでました。ごめんねカリタン。大橋さんくるくる。お猿さんマグロが好きなの。自分が好きなものがねいっぱい食べるのが一番ですけどね、まあ、コーン好きな方は試してみたら。塚田高重さんありがとう。コシさんお風呂今日もありがとう。コシさん海ほたるさんいらっしゃい。お、オニオンサーモンね。昔ながらのあのもう玉ねぎが死ぬほど乗ってるやつでしょ上に。リリーさんいらっしゃい。あ、ローマ字のヒロさんお団子ありがとう。ナオさんフルありがとう。昼は玉ねぎウィッグかぶった人たち見ながら、あ、淡路島でウニクリームコロッケなんだその癖の強い。玉ねぎウィッグかぶった人、おひなの朝、おひなの朝、もう私は昼お昼ご飯の話ですか。てりたまだよ今日は。タイトラ、アークショットガン持ってるスタンガンより強烈なやつ、ビリビリビリ。くまモンさんいらっしゃい。シムさんバンジャハオありがとう。ノリ告知ありがとう。今日もお、シナモンさん待ってるよ。スペースメイク、スペースメイクあさってだよ。ローマ字のユタさんこんばんはありがとう。ヨコポンさんいらっしゃい。エピオンさんいらっしゃいありがとう。やばい正座をしすぎて久しぶりにしびれた、しびれた陽気な子。いたたたた。いて。ヨコポンさん、お団子。急にお礼のお団子。ありがとう。何？まっすぐ飛びなさい。燃やしちゃうわよって、これ何の話してたの私。スマホは2年以内に更新を繰り返す。えらいね。2年以内には絶対変えてるってこと？私もそれくらいじゃないとね。でも 6S は太古じゃない？白夜さんこんばんはありがとう。かわいいありがとう。ローマ字のマサさん再利用もありがとうございます。ヒロシムーンさんありがとう。あ、なんとか充電大丈夫そう。
ヤシムーンさん、100キラありがとう。シルファさん、ありがとう。団子ゴエモンさんも、ポポポポ、お団子ありがとう。膝が割れちゃう？いや、もう復活した。膝一瞬だった、ピリッときたの。ちょうどタイトラ歌ってる時ぐらい。あれ、小説家さん、本当？今日めちゃ調子いい方なんだけど、声。あ、底辺さん、たくさんのお団子、お団子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 ポポ、ありがとうございます。よし、じゃあお供、ちょっとお供タイムしたいんですけど、コップ忘れちゃったから、それ見てこようかな。きなこ移しとこうかな。きなこ、あ、きなこ見える？どう？ちょっと取ってくるね。ほんまや、ミュートなってた。ごめんごめん。ただいま。聞こえた？よし、じゃあ、え、大丈夫よね？今大丈夫よね？よしよしよし。今日の音も、なんかすごい見たこともない音もまた買ってきてくれてたので、母が今回は来てくれました。こちら、じゃじゃん。クラフトコーラか、クラフトコーラだ。コーラなのね、これ。コーラです。すご、見たこともないこれ。昨日に引き続き、これ集めるのむずそう。プロのレシピからこだわりの味を再現だって。瓶コーラだね、おいしそう。下はパジャマじゃないよ、今日はデニムです。デニムデニム。おー、すごい、なんかすっごい生姜のような匂いがする。うん、デザインすごいね。あ、これ地元のコーラなんだ。そうかそうか。では色がね、ちょっとすごい綺麗な色だね。あと丸方、ルネッサンス、お疲れ様。うん、お、あ、お、これが、この子、新しい飲み物って感じ。こう、私の知ってるコーラって感じじゃなくて、まあでもこれがクラフトコーラなんだよ。すごいなんかおしゃれな味する。あの、生姜が入ってるのかな。
シナモンだって。シナモン、カルダモン、黒胡椒、スターアニスだって。あ、生姜入ってる入ってる。生姜の味がする、めっちゃ喉に良さそう。カルダモンだって、カルダモン。オレンジライム、レモン、山椒、山椒も入ってるんじゃない？唐辛子だって、唐辛子エキス入ってるって。ハルダモン、クマモンクマモンは入っとらんでしょう。そう、カルダモンって知ってる？なんだろう、カルダモンって。おいしい。ポケモン、デジモン。そう、スパイス系、スパイスの味がする、めっちゃ。足は好きです、すごく。まあ、果汁とかないから何もあれだけど、言うことはないけど、何パーとか。やばい、42分。じゃあ今日はイヤホンマイク忘れちゃったので、ランキング読みしたら終わろうかな。よし、ジンジャーエール。私はジンジャーエールの方が近く感じる、これモンモン配信、そやで。クラフトコーラ流行ってるよね。でも最近、ショービンさんよく見るよメイツさん、ありがとう。団子終わるの嫌だもん、かわいい嫌だもん。なんかもんになったらかわいいね、語尾が。では13位から。13位、ショーン K さん、ありがとうです。どうもありがとうね。12位、大文字のテストさん、ありがとう。12位、長い時間ありがとうです。11位、川崎さん、川崎さん、たくさんいただいてありがとうね。たくさんありがとう。10位、スイカさん、ありがとう。スイカさん、ありがとうございます。たくさんありがとう。9位、ローマ字のマサさん、ありがとう。マサさん、たくさんありがとうね。よき。8位、ネコプー、ありがとう。ネコプー、8位です。たくさんいただきありがとうです。今日もラッキーセブン、おがこさん、ありがとう。7位、明日はいい日になるぞい、ファイト、ありがとう。6位、ひでゆきさんだ、ありがとう。ひでゆきさん、遅くまでありがとうね、おやすみ。5位、ワンガンボーイさん、ありがとう。ワンガンさん、今日もたくさんいただきありがとうです。そして4位、ピルクルー、ありがとう。ピルクルー、4位、今日もありがとうございます、たくさん。そして3位、ブラッチ、ありがとう。ブラッチ3位です。すごい、たくさんありがとうございます、いただきありがとう。そして2位、あぼん、底辺さん、ありがとう。2だ、めちゃいただいてる、ありがとうございます。そして今日の第1位、あぼん、ワンダーマークさん、ありがとう。1です、たくさんありがとうです、ありがとう。今日もたくさんありがとうです。ということで、あ、すごい、4227盛り上げ、盛り上げてくれてありがとうございます。
毎日配信やってるので、よかったらルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです。今日もありがとう。ということで今日はここで終わりたいと思います。結局15分ぐらい伸びたまた明日ねおやすみ。じゃあこっちしとこうか。おやすみよーって。おやすみきなこ、バイバーイ、バイバーイ。5、4、3、2、1、おやすみー、バイ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 。